はい、ってことで皆さん、こんにちは、こんばんは、そうからでございます。BO4、ベータ版、早速やっていきます。これ8月今3日なんだけど、4日じゃなかったの？4日の午前2時からじゃなかった？途中情報見てなかったんであれなんですけど、なんか友人からね、もう始まってるよとか、有名実況者さん上げてるよってことで、つけたらほんまにもう取れてね、できるっていうことで、ちょっとやっていこうと思うんですけど、普通にね、チームデスマッチっていうことで、何もさっぱりわからない。今つけて、とりあえず設定するとこは設定しました。やっていきましょう。途中参加なのかな、これ。ちょっとやっていきたいんだが、ここ自分で選ぶんだ。何でしょう、さっきね、一覧ちょっと見てたんですけど、このね、犬使えるんですよね、このノーマット。前はハイブとかだったんですけど、なんか犬になってるんですよね。はい。ってことでやっていきましょう。一応、これね、設定はバンパージャンパーとかね、結構いろいろありました。画像こちら参照していただければと思うんですけど、はい。とりあえずマップも何もわからないってことでやっていきましょう。フルオートなのか、ちょっと試しに打ってみよう。とりあえずフルオートね、縦方向にブレがある。あー、加点つきましたね。いますね。かましていきたいぞ。体力やっぱあるね、結構。うっ、トゥイ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 。待って。来るぞ。ここ角まって。オッケー。なんか100点入ったんだが。あれ倒したのかな？え？わかんない。まあいいや。ってことでね、右も左もわからない状態なんですけどね、いきなりちょっと始まった、ビオフォってことでやっていきましょう。やっぱりまだね、ベータ版っていうせいもあるのか。カットー！まずワンキル。グラフィックはちょっとね、いつものトレイアークよりも、ちょっと劣るのかなっていうところなんですけど、まあ、これはまだ製品版になってね、もっとなんかリアルティックになって、いつもの見られるね、ぐらいになってくんじゃないかなって思うんですけど、いた！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 あ、そっちいるね。やってるよ。かましていく！ EM！ さあ、スライディングのみが使えるってことで、ハイジャンプをいつもの癖でやっちゃうわけなんだが、ちょ、待って、まだデスしてないよ。お、カットできるの、あれ。あ、そうか。ダメージ食らったらどこで回復するんだ。×ボタンで回復。僕の場合、バンパージャンプは×ボタンで回復ですね。んで、ジャンプは、まあ、ジャンプはいつも通りできるんだけど、スコアストリークとかっていうのがどこで出せるのかっていうのが、なんかまた変わったって聞いたんやけど、RM って書いてあるのかな？何これ？何これ？自動リスボーン。え、自動リ、え、リス選べるようになったの？聞いてね、感じでやるみたいな。とりあえずこれ使っていくんですけど、こっちの方できると思うんだが、何これ、あ、爆弾っぽい。爆弾っぽいっすね。ちょっと回復するっていうのが新しく入ったもんで、その辺のいけないのね。戦術はちょっと考えながら、こっちに敵がいるんだが、めっちゃいるんだが、溶かしていきたいよ。なんかビジョンパルスっぽいのできたんだが、ワンカットアーチしていきたい。ツーカット。待って、やばい。こっち。奥原の COD やってきた感がうなる。あ、でね、ワンカットできるんだけど、何なのこれ。ちょっと遅れてワンカットみたいな、セカンドチャンスっぽいような感じはしないんですけどね。体力1だけ残してハンドガンだけになるみたいな、そんな感じじゃないと思うんですけどね。まあ、わかりませんけど。で、感度はね、マックス14でしたね。はい。僕、ちなみにこれ8でやってるんですけど、まあ、BO3 と同じ会社っていうのもあって、めっちゃいるんだが、これ絶対来るやろ。カモン！カモンエビアリ！オッケー！ワンカット！ツーカットとしていくよ。なんで？さっきからなんか謎のとこでキルできるんだ、これ。なんだろう、これ。あ、やってるね。ジャンピング！負けましたね、これ。回復と。で、今回も、ラスキルじゃなくて、はい、なんだっけ。なんて言ったんだっけ。プレイオブザゲーム。あ、ベストプレイ。ベストプレイでいいか。うん。ベストプレイが乗るってことで、やり込んでるね。はい。まあ、その辺りはワールドウォーズと同じ仕様ってことでしたね。途中参加だし、もう一度やっていきましょうか。はい。銃声とかはどう？皆さん聞いてて。僕はもう、あんま銃声とか気にするんだけど、よっぽどひどくないと気にしないですね。まあ、今聞いた感じ、全然、銃声はいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、すべてはね、製品版になって変わるんで。はい。ということで、とりあえずは、さっきここだったの、グリッドロックっていうところだったんですよね。グリッドロック、マップ、あ、マップの大きさはそう、狭くもなければめっちゃ広いってわけじゃなく、まあ、ちょうどいい感じのマップですね。トレイアーク BO シリーズっていうのはマップが結構いい感じでっていうことで有名なんですけど、なんかここなっちゃったんやけど、ランダムも良かったんだけど、COD ってね、まあ、今までの流れって言ったら BO3 もそうだったんですけど、ベータ版が神ゲーであればあるほど製品はずっこけるっていうね。 みんな聞いたことあるでしょ、これ。この感覚わかるでしょ。そう。今回どっかなんてまだ1試合しかしてねえからな。まあ、ぼちぼちやってね、これからもどんどんっていうかね、できる限りね、BO4 のベータ上げていこうと思うんですけど、やっていくうちに武器も強化したりね、まだクラスも作成できないですからね。キルストリークはこんな感じでいろいろあるみたいですね。UAV、ヘルストーム、戦闘ヘリ。まあ、いつも通りの流れですね。はい。今日喋りいいね。
これスペシャリストはこれここで選べるってわけじゃないですよね。始まる時に選べたんですよね。ここでなんかステータスが見れるみたいで。そう。で、これ今回こうやってさ、なんかパソコンのマウスみたいな感じで選べるわけよ。僕方向キーめっちゃポチ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 押してたんで、何も聞かねえんだけど、あれって感じになってて。はい、行きましょう。さあ、何もかもが初マップ。って感じなんだけど、なんか、見覚えもあるような感じなのかなっていうね、雰囲気も漂ってますね。なんですけど、さあ、やっていきましょう。まあ、まだね、ベータ版なんで、ロードは長い方なのかなっていう感じなんですけど、さっき多分途中参加だったからね。こっから初めて、なんかバッテリーになったんだが、バッテリーになったんだが、そして武器が出てきた。OK。これどこで選ぶんだろう、まあいいや。まあやっていくうちにね、分かってくると思うんで、アタッチメントも何もついていないの、しかしレーザーはついている。さあやっていきましょう。ほんと武器は感覚 BO2 だね。とりあえず行きましょう。回復とかそういうシステムには慣れないといけないんですからね。まずワンカットできないよ。グネーでもカットできる。オッケー。ちょっとラグいのかなって感じなんですけど、まあベータ版だからっていうのは全て許されるからね、この時間ね。製品版になってこの調子とかね、よっぽど悪くなったりするとね、アウトなんで、ずっこけるんで、その辺気をつけてね、行きたいですね。なんかつけてるんだからね、何キネティックアーマーみたいななんかアーマーつけてるんだけど、自動リストンって、あ、なんか100キル、100キルじゃねえ。100キルしたらやべえわ。100点入るんだけど、何なんだろう、あれ。あ、出てくるっぽいよ。ぴょいっと飛ぶと。スライディングはやっぱスピーディーですね。どの辺に敵が、ここがちょ、わー、なんかいる。なんかいる。え、待って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 、ちょっと許して。あの、使えないのまだこの、なんか、ひみぎっかわのあれ。あ、いた。敵いるよ、オッケー、カット。お、後ろいる敵。リスボーンとかどうなんだろう、なんか先行プレイやった方のみ、あ、バリケードで死んでね。そう。んでね、リスボーン結構エグかったりしたっていう先行プレイの方々のね、意見もあったんですけど、顔出してくるよね。オッケー、かましていく。いいね。まあまあ、今のところクソリスっていう感じでもない感じなんですけどね。回復、ほんま回復。あ、あと、そう、始まるときにあったんですけど、これ、人数6対6なんだよね。最初これ5対5で懸念されとったじゃん。結構5対5ってどうなの、少ないんじゃないみたいな。あったじゃん。こっち抜けれると見たよ。6対6になってるんですよねー。カットうまい。さあ、ここで回復挟んでいきましょう。よっこいしょっと。回復したのかこれ。あ、してるね。徐々に回復していく感じなんですけど。あ、あとね、この武器名まだわかんないんですけど、使い心地は、まあ、初心者様とか入ったばっかの人のね、入ったばっかの人にとっては使いやすいフルオートのね、まあ、アサルトライフルかと思うんですけど、そんな感じですね。はい。あー、暴れるね。ちょっとブレが大きくなったよね。やっぱり、注射を敷いて、リロード。弾50、60発めっちゃ入る。大容量。やばいわ。いやー、なんか味方やられたね。多分あそこから敵が出てくると思う。そして、しっかりカットしていく。ブレが大きい、この武器。この武器ちょっとブレ大きいよ。中央のここいるんだよね、多分。出てきましょう。動きましょう。ベータ版だからみんなね、キルレ気にせず突っ込んでくるから、今のうちだから遊べるの。みんなね、製品版出たら BO、じゃねえわ。ワールドウォーツの時も、あんワールドウォーツの時もね、結構そうだったんですけど、ベータ版めっちゃ動いてみんな神ゲーってなって、製品版板出たらね、やっぱキルで気にするんだよね。気持ちわかるんだけど、キルで気にしてみんな立てこもり出すっていう。そう。体力あれろ、あ、そっか、体力バー、今回も出るんだ。マックスマンだ、伏せろ。マックスマン、何？こっから顔出すと見た。おっ、やっぱここ激戦区やね。ここが結構狙われるから、ささっとこん中入って RCXD なんかすっげえ未来。まあ未来だから未来なんだけど、ここにいるんだよね多分。ここ、ぴょいっと投げといて、あ、いたね。ここ怖い。やべ、犬出てる。いいな。わしも犬出したんやけど。犬出したんや、あー、これ右側、いや、左側の通路いるな。いた、ナイスカット。敵に出会わない勝利始まったよ。カット。そしてもう一枚いるのか、いるのか、どこだ。敵のリスイッチこっちと呼んだぞ。ほら見ろ、ほら見ろ、いる。あ、使えるね。あー、はいはいはい。スペシャリストのボタンのね、僕バンパージャンパーですけど、真ん中ちっちゃいんですけど、バスと R2 ってこと。これは前の BO3 の時と発動は似てるね。似てるってか一緒やね。あ、助かったわ、これ。僕なんだっけ、これバッテリー持ってるんだっけ、なんだっけ。ウォーマシンか。そう、ウォーマシンか。前作のBO3 の時とあんま変わんねえじゃねえか。こっちいたと思うんだが、こっち中央いるんだよな、多分。オッケー、ウォーマシン切る。こっち左じゃねえわ、右側。だが、こっちリスイッチなんだよね。敵来るんだよね。そう。ちょっとね、爆破までに時間がかかるからね。エース！オッケー！イエス！左側やってるんだけどね。オッケー！
あー、距離がね、ちょっと短かったからね、あれ、爆破まで言えたらなかったんですね。で、今回ベータ版ってことでね、まだ75点マッチで、このままね、100点じゃなく75で行くのかわからないんですけれど、まあまあね、今回は75点。まあ75の方が回転早いからね、いいっちゃいいんですけど、僕的には100点の方が楽しめるんですよね。こっち来るんだよね。いた。よし。暗い。食らわないの？オッケー、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 オッケー。中央来るよ、中央来るよ、絶対来る。なんか撃ってきてる人おる。よっこいしょっと。あ、これは上りアクションがないのね。味方ね、これ。上の名前出てねえから。あー、味方やられてる。オッケー、カット。ダメージは入ってないよね、自分。ダメージのね、わー、犬、ごめん。強くね強くね、犬。全然解けへんやん。あと2キル。ちょっとこれ、あれだな。ベストプレイ、プレイオブザゲームだ。そう、思い出した。プレイオブザゲームもらえませんね、これは。はい。OK。ってことで終わりました。さあ、とりあえず、ちょっと長い、動画になっちゃったかと思うんですけど、ギリギリ勝ってたんですけどね、岡原さん何キロなんですかっていうのはあんま気にせずね、とりあえず楽しんでいましたけど、この人さっきもそうじゃなかった。めっちゃうまいな。やってるね。やってるね。ちょっと細がって、おーっと、これがグラビティスパイクか、今回の。グラブ、読めんかった。はい。ということで、とりあえず、一区切りにしようかな。もう、ワンプレイ、撮りたいなと思うんですけど、動画あまりにも長いんで。とりあえず、一区切りでね、ちょっとやっていきたいと思います。いや、終わっていきたいと思います。ということで、まあ、これからね、まあ、ぼちぼちとちょっと上げていこうかな、思うんでね、よかったらね、岡原の BO4、見ててください。最近動画の方、ほんまね、止まり気味でね、登録してくださっている方とかね、いつも見てくださっている方、申し訳ないんですけどね。はい。やっとちょっとね、やりたいなって、正直言うと、ほんまやりたいな思ったね、ゲームが出てきたんで、今回からというか BO4、ちょっと撮っていこうと思うんで、今回も、これからもよろしくお願いします。いかんな、ちょっと疲れが見えてきましたね。はい。ということで、次も撮っていきたいと思います。お顔つまたね。バイバイ。